はい、順次です。では始まっていますが、最終決戦、まあおそらく後半戦ですね。やっていきましょう。よし、行くぜ。で、前回これしばらく良くて体力が減らなかったので、おそらく耐久じゃなくて頭の魔法陣に打つんじゃないかというとこでしたね。じゃ打っていくか。まあでもいけそう。おう、当たってるね。痛い痛いみたいな顔になってるけど、あうっと危ねえ。ちょっと待てよ、リンゴが出てきたぞ。敵の攻撃パターンをよく見ますか。どういう攻撃サイクルをしてくるか。これはこの左右から跳ね上がってくるカミリアボールはどうやら定期的に打ってきてるようですね。これで外れる。やばい、方向はランダムか。よし。でこのカミリアボールとの間で打ってくる、このカミリア本体から放つこの弾幕というか弾、これはパターンがいくつかあってランダムのようですね、どうやら。よし、ってことはどこが攻撃タイミングになるのか、ちょっとよく見よう。この弾が来てるときは降りた方がいいよね。あのね、これが終わっ、ちょっと待って、あ、この間カミリアの攻撃が終わってカミリアボールが突き上がってくる間かな、安全なのは。まあ、頑張ればいけるから、ね、これもさ、うわー、そうだよね、無理だな。ここで攻撃打つ、ジャンプしていって、これはちょっと待った、やばい。うえ、まあでも5分の1ぐらい減らしてんのか。あ、別にこっからでも、やばい、これはまずい。うわお、このリンゴあれですね、打ったら反射的に打ってくる、反撃してくるタイプのリンゴですね。そうか、じゃああんまり連打できないな。打ってリンゴが来るまで時間があるので、その間に下に降りて回避。あ、これ安定だな。少し時間かかるかもしれないですけど、あとは慣れだな。下にいればまあ当たんないだろう。そしてここで3回打ってくるよ、ね、そろそろ攻撃を。やべえ、これか。あ、ここからの方がいいよ。あ、そうだね、一番上じゃなくても大丈夫。これやらしいな。そうか、でもジャンプして打つんだったら上の方がショット当てられるってことですか。あ、いけない、やべ。いや、20、やばい、くそ、やるな、カメリア。最終決戦にふさわしい。よし、やばい、これはま、よし、危なかった。集中しろよ、いい加減なんのよ。もうここも本気、やばい、危ねえ。うわっ、うわっ何をしてんだ、もうきっと上を向いてショットできないかな。そうすればだ、やばい、地道になるな、あのね。OK、いいぞ、これでいこう。しかし体力がなかなかあるな。よし、 OK、 まあ連打してジャンプ、あ、違う、ジャンプして連打して降りるんだったらこっちのは当たられるんだよ。やばい、うわ、なんていうこと。で打ち始めてこう、これが一番与えられそうな気がする。ただもう少し連打力があればよかったんだけど、これは正面か。2、3回、もう一回行く。そろそろ打って、じゃあ受ける。よし、これでいいね。危ねえ、上に上がれない。ここは一回休もう。危ねえ、それか。やばい、弾が見えないことが多くありますね。カミリアボールが弾けたかけらがこう同化してて見えないことがたまにある。2、3発目、次で。よし、
あうあそこ来た。オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ、だいぶ分かってきた。よしよし、いいねいいね。やばい、でもリンゴが多すぎる。大丈夫か。うわダメだった。まあしょうがない。やばい、下だ。あうわ、オッケー、攻めろ、攻めなきゃ勝てない。やばい、センターまずい。あうねえ、よし、一番与えてるぞ。半分与えたかな。携帯変わるかな。ずっとこれでいく。一回目、あーしまった。うわっ、あのね、少しよし、オッケー。さあ、やばい、下で走った。うっそ、あっぶねー。オッケー、いいぞ、いい感じ。やっちゃったー。うぅ、いいとこまで行けたんだけどな。くそー、強い。次は休もう。うっそー、いける。オッケー、少しでも与えていくスタイル。オッケー、いいぞ。これは3回目でジャンプ。危ねえ、うっ、高い方に行け。うわっ、おお、マジか、それはないぞ。よし、いいぞ、頼む。変なの来んなよ。一回様子見よう、慎重に。危ねえ、オッケーオッケー、あっちょい。だから、あぶね、うわー、やっちまったー。あぶね、うぅ、うわー、そう、やっぱりあんまり無駄打ち、無駄打ちというか、いっぺんに与えない方が確実ですね。あのデカキッド君第一形態目と同じで、やっぱリンゴ打てば打つほどリンゴが増えてきますからね。いやー本当にきつい。やばい、下でば、よしよしよし、オッケー、た、うーそですか。ちょっと待って、これは攻撃チャンスはいつ。うう、集中集中集中、あ、うわ、よし、いける。オッケー。さて、あ、カウント出てますね、体のところ。ってことは耐久感。集中集中集中。そう、あぶね、うわっ、くそー。オッケー、いった。さて、うわ、オッケー、さて集中。よし、オッケー、いい感じ。よっしゃ、来た。ちょっと待って待って待って、うぅ
マジか。あ、でまた始まるのこれ。結構長かったですね、あの追尾。じゃあ引きつけてぐるっと半時計回りですか。行きましょう。オッケー、決まる、これで。オッケー、集中。どう、あとちょい、よし、いった。うぅ、マジか。どうやって引きつける？走ってればいいのかな。行くぞー、行け行け。さあどうだ、行け、よし、超えた。オッケーってまだあるよね。そう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 、これが集中。危ねえ、緊張する。よし、オッケー、イエス。いや、ちょっと待って、まだあんの？マジか。ちょっと、あ、これショット当たってますよ。うわ、いや、まだあんのか。とことん強いぜ、カミリア。そしてこれは耐久じゃなさそうですね。今ショット打った感じ、どこ打っても当たってるような感じでね。右じゃないや、上のあの体力バーも減っているので、とりあえず避けながら打ち続ければ倒せるといったボスじゃないですかね、きっとね。よーし、やってくけども、ちょっと心配事があって、どこから始まるかっていうことなんですよね。さて、どっから始まる？せーの、ほい。待って、マジで？まあでもやるしかないですね、ここまで来たら。カミリアを倒してカミリア2を終わらせましょう。よし、集中、怖い。右側はそんなに難しくないな。あ、そうだ、よしよし、いけいけ、行くぞ。あ、やっぱどこも、どこって、あ、やっ、うぅ、どこ打ってもダメージポイントってのは確かなようですね。左に走れ。そして打ちまくる。まずはこいつの攻撃パターンを、あれ、やっぱり攻撃ランダムか。待って、これは、あ、いいね、いいね。よし、ちょっと待って、うっそ。どう、避けやすいか。あ、これ避けやすいね。こればっか来てくれると助かるんだけど。そういうわけ。あ、これ、苦手なやつだ。あ、でも、うわっ、うわ、これこれこれ、うわ、むずいよ。これは、あ、これはそうか、一緒に移動していけばいいか。よし、また来た。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。それ、ずっと来い。うわ、違うの来た。うーっと、危ねえ。うー、でもいい、半分与えた。違
かんの来た。あーこれか。うわーどうするこれ。あのね、オッケー、あ超えた、よし、いくつか超えられる。またそれ、よしよしよし、同じで10、いけ、おいおい、オッケー、よし、これは何だっけ。あうわうわ、これなんかね似てるんだよな。うわだからそれはやめてってば。うわいいぞいいぞ、いけいけいけ、頼む。これは危ねえ。おいいぞいいぞいいぞ、頼む。これなんだ、あそれかまた集中。うんの、あーもう強い。
った。危ねえ。なんかこればっかだな。よし、ちょっと待って、その時オッケー、オッケー、頼む。イージーなの来い。終わらせる、ガミリア2を終わらせる。よし、集中集中集中、ここ一番だぞ。ミスんなよ。あとちょい、あと一回、頼む。よし、これ来たぞ。イエス、オッケー、やった、倒したろ。愛罠キルザーカミリア2、長かったキッド君との冒険もようやく終わりを迎えることができました。いや本当にあのラスボス戦、きつかったですね。最終形態、特にもうランダム要素が強くて、ね、であのカミリアという女の子が各ステージのボスの攻撃をしてきたと思うんですけども、まあ、ということはキッド君が今まで冒険してきたエリアであったりとか、ボスというのは全てあのカミリアという女の子が作り出した、まあ、想像した世界だったのかもしれないですね。まあ、でもこうやってエンディングを眺めて、まあ、各そのステージを思い返してみると、まあ、本当大変でしたけど、楽しかったですね。純粋に楽しかった。だからすごくいい作品です、カミリア2。相当鬼畜だけど出会えてよかった、そんな作品ですね。本当出会えてよかった、この作品をリクエストくださった方、本当にありがとうございました。またもちろんね、パート41になるのかな、かなりの長編になってしまいましたけども、最後までご覧いただき本当にありがとうございました。で、次回以降も何か愛罠をプレイしていきたいと思っているんですが、まあ、次回からはちょっとやり方を変えて、まあ、メインでプレイする愛罠と、まあ、サブでプレイする愛罠と、まあ、2本仕立てで並行してプレイしていきたいと思っています。メインの方は今までと同じぐらいの更新頻度で、まあ、難易度はまあ、普通から少し難しいぐらいのものをやっていきたいと思っています。でサブの方についてはこれはのカミリア2を超える超鬼畜なアイワナをやっていきたいと思います。まあ、その分更新頻度は、ね、難易度上昇に合わせて遅かったりかなり遅くなると思うんですけど、でまた近日中に、まあ、どんな作品プレイするのかとか、まあ、細かいことをブログに載せたいと思いますので、興味ある方はぜひ来てください。そして繰り返しになりますが最後までご覧くださり本当にありがとうございました。ではまた次回作品でお会いしましょう。順次でした。ではまたね。